はい、皆さんこんにちは、ハイケダーです。今ですね、新しく、再び組み上げる、ツーリングバイクについてずっと考えてまして、である程度こう形がまとまってきたので、それをですね、今回の動画にまとめとこうと思いまして、撮ってます。で、今度の、カスタムっていうのは、なんていうんですかね、全部が全部新しいものを撮るのではなくて、ちょっとクラシックな、要するに新しいものを全部取り入れれば、変速もスムーズになるし、軽くなるし、耐久性も上がったりっていうのがいろいろあるんですけど、そうじゃなくて不便なことをちょっと楽しめるような、そういう仕様に、してみようかなと思って、今、パーツをですね集めていっているところです。で、もともと手持ちの、パーツを使ったり、新しくこう見つけてきてですね、使ったり、しようかなと思ってるんですけども、今の、新しいところと、伝統的な、昔のパーツの、遊び方、しようっていうのをこう融合させたような、一台にできればなと思ってます。そんなところかな。まあ、ざっくりと言うとそんなところです。で、ハンドル周りから行くと、まずですね、アナトミックタイプではなくて、アナトミックっていうのはこうカクカクしたやつですね。あとシャロータイプ、アナトミックシャロータイプってあるんですけど、ハンドル周りはですね、ちょっとクラシックに行こうかなと。シャロータイプで、丸ハンドルですね、丸ハンドルで、ほんでブレーキレバーをですね、もうこれはもう使うの目星やつ決めてるんですけど、上から出るやつワイヤーが上、ブレーキレバーの上からピローンと出てくるような、タイプで、バーエンドコントローラーですね、ハンドルの端っこにつくようなやつを、組み合わせて使ってみようかなと思ってます。で、サドルはこれもちょっと悩ましいところなんですけど、レザー系を、今検討しているところです。んで、ステム周りにもちょっとギミックをつけて、普通のただこうストレートタイプではなくて、何かこうできればなと、今思ってるという感じですね。で、ホイールは、次26インチでいきます。26インチで、カスタマイズ今もう組んだんで、あと装着するだけと。26インチで行くと。で、そこに、ハブダイナモをつけて、ライトがこう光るようにしてという感じで考えてます。で、フェンダーももちろん今回つけまして、で、そのフェンダーになんとかライトをマウントできないかなと、今ちょっと試行錯誤考えてるところです。で、後ろの方はこれも26インチ同一のホイール形でいこう思うんですけども、まあ、ちょっと楽しみにしておいてください。普通の26インチではないものが一応つく予定です。はい。で、クランクは、今回はですね、スパイダーがしっかりと出た、5アームクランク、杉の使おうかなと思ってます。もうここはもう名指しで今のところ杉のですね、行こうと思ってます。で、ホワイトインダストリーズは、別の自転車、今まで使ってたやつにつけて、新しく杉のを導入してみようかなと。で、変速機はですね、8速でフロントダブルになるかな、今フロントのですね、チェーンリングをですね、もう日夜夜磨きまくってます。で、本当は動画に撮りたかったんですけど、アルマイトされてた黒いチェーンリングをですね、シルバー色にしたろうと思って、パイプユニッシュを使ったり、サンポールを使ったりして、こう価格変化させてアルマイトを剥離したりですね、いろいろやってるんですけども、今のところですね、完成した状態があんまり綺麗じゃないという感じですね。で、チェーンリング完成した途端に、シルバー色の同じ仕様のチェーンリング見つけてしまうという、なんと
いうことでしょうっていう状態に今なってるという感じです。はい、こんなとこかな。ざっくりこういう感じで、作っていこうかなと、思ってます。でキャリアですね、問題はキャリアなんですけども、キャリアも今までちょっとつけてたものとは別の、タイプ、伝統的なトラディショナルな感じのものを、装着して、見た目もすっきりするんだけども機能もしっかりしているというのを、考えてます。で、フロントバッグも、最新最高のというよりかはこうずっと長年、親しまれてきているようなものを、定番的に使われているものを導入してみようかなと。おそらく前使ってたあのオーストリッチをもう一度復活させてですね、使おうかなと、考えているというところです。はい、大体まとめるとこんな感じですね。よいしょ。なんであとは、フレームを、組み上げて、一個一個パーツを組み付けててやっていくんですけども、もうちょっとで完成するはずだと思いますんで、完成したらですね、またいろんなところ走りに行ったり、今度はもうキャンプツーリングもちょっと予定してるんで、それもですね実際に、行って、楽しんでみようかなと、思ってます。ひとまず今はあの番長、マウンテンバイク番長の清水さんから借りたヘックラーですとかブーラーですとか、本当に今非常車で借りてる、ランドですとか、こういうのに今乗って、あとロングテールバイクですねのに乗って、いろいろこう普段ツーリングバイクなんで、この機械を使っていろいろこう試して、他の自転車の良さも体感しているというところですね。はい、では、そういうところで今考えている新しい愛車シズのランドはこんな感じで今組もうと思ってますというのを、ご紹介しました。はい、楽しみですね。早く完成させたいですね。はい、では今日はこの辺りで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。